ルセロナオリンピックの開幕まであと34日と迫りました。今回から正式競技となった女子柔道に注目が集まっています。オリンピック代表選手2人も出場して女子柔道の団体日本一を決めます第8回全日本女子柔道団体優勝大会が行われている岡山武道館です。元世界チャンピオン武蔵大学講師の山口香織さんの解説、実況山田信和でお伝えしてまいります。山口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。女子柔道にとって今年は記念すべき年ですね。そうですね、本当に待ち望んだオリンピック正式種目ということで、自然と女子柔道熱も高まってきてますね。世界選手権というのはこれまであったんですが、はい、やはりオリンピックとなると選手の気持ちも違うんでしょうね。そうですね、特に男子女子ともに、柔道はメダルが期待されておりますので、選手にとってはプレッシャーのかかるところですよね。はい、この大会にはその7人のうちの2人が代表で出ているんですが、前夜祭と開会式には代表選手7人全員が顔を揃えてくれましたね。はい、さあそれではその様子をちょっとご覧いただきましょう。この大会全都道府県から240人の選手が集まっているわけで、その前で7人が紹介されて激励を受けたという場面です。さあバルセロナではどういう目標で。そうですね、少しでも皆さんのご期待に応えれるように一生懸命頑張っていきたいと思います。そうですか。もちろん目指すものは、一つだけですね。はい、そうですね、一つ一つっていう気持ちで頑張っていきたいと思ってます。代表選手たちがですね、はい、そういう自分たちのチームメイトといいますかね、はい、それぞれの県の代表の選手たちに激励を受けると、やはりまた気分も違うでしょうね。そうですね、やはりみんなの代表ということでですね、気持ちも新たに決意をですね、持ったんじゃないかと思います。今回のオリンピックに行く7人の選手は、はい、いずれもこの岡山の団体優勝大会にはそれぞれの県を代表して ね、 そうですね、これまで試合してきてますよね。はい、かなりこういった試合の積み重ねがですね、今の選手たちを作っていると思います。なるほどね。第1回から数えて今年が第8回になるんですけれども、だんだんとですね、各県のレベルが上がってきましたね。はい、本当に今年の大会を見てもどこが優勝するか予想ができないぐらいレベルが接近しております。昨日は予選リーグが行われていたんですが、それではそのハイライトをちょっとご覧いただきましょう。やはりその予選リーグの中でも注目したかったのがオリンピック選手がどんな仕上がりぶりなのかなというところなんですが、そうですね、縦の千織がですね、はい、茨城の中堅で出てきました。そして坂上陽子は山形の大将で出てきました。この茨城、山形ともに昨日は予選リーグを圧倒的な強さで勝ち上がったんですが、山口さんご覧になっていかがでしたですか。そうですね、オリンピックの代表選手たちですね、合宿の後ということで少し疲れも残っているようですけれども、いい仕上がりを見せてくれてますね。また昨日の大会は本当に大技の連発で、本当に切れる技がたくさんありましたね。はい、初日の予選リーグから非常に熱戦が相次いでいるんですけれども、今日2日目は予選を勝ち抜きました16チームの決勝トーナメント、女子柔道の団体日本一を決めるわけなんですけれども、はい、さあ山口さん、簡単にちょっとその16チームの中からの予想なんですけれどね。はい、そうですね、やはり2連覇を狙う大阪、そして、はい、昨年2位の京都、それについてですね、オリンピック選手を擁した茨城、はい、そして福岡、兵庫、この辺りがですね、非常にこう調子が良くて、本当に予測がつかないというのが正直なところです。先ほどご紹介しました坂上選手のいる山形は残念ながら東京にね、もうすでに負けておりまして、はい、はい、間もなくベスト8が出揃うわけです。それではお知らせの後ベスト8の激突ご覧いただきましょう。この番組は NEC 日本電機グループ、キリン、明治生命、ダスキン、富士フイルムとご覧の各社の提供でお送りします。岡山武道館、ベスト8が出揃いました。女子柔道の団体日本一、この8チームの中から決まるわけです。さあ山口さん、はい、本当に際どい試合もあるし、しかし一方的な試合もあったということなんですが、そうですね、この8強の顔ぶれ見ていかがですか。はい、そうですね、昨年2位の京都が敗れたというのは少し意外だったんですけれども、その他はほぼ順当に岡山チームが 5-0 で勝ってますんで、非常に期待してますけれども、はい、
京都に破った千葉が上がってきたわけですね、はい、さあそれではいよいよベスト8の激突ご覧いただくわけなんですけれども、まず何といっても注目はですね、2連覇を狙う大阪と、それから去年 V4 を立たれました茨城がですね、ここで当たるんですね。そうですね、もう少し上で当ててあげたいという気もしますけれども、まあ、しょうがないですね、はい、さあそれでは第1試合場注目したいと思います。すでに先鋒戦が始まっています。大阪対茨城、大阪の先鋒は江藤由香、茨城の先鋒が本田美和子です。それではリポーターにちょっと試合前の両チームの表情を聞いてみたいと思いますが、まず大阪チーム。はい、大阪です。大将の佐藤明子選手を中心とした5人の選手たちはなかなか2連覇という言葉を口に出してくれないんですけれども、それに対しまして監督の中山さんはですね、2連覇するために岡山に来たと力強くおっしゃってくださいました。そのための最大の難関はこれから対戦する茨城です。大将戦にまで持ち込めば大阪勝機があると中山監督は見ています、はい、さあ茨城の方のベンチサイドどうでしょう。はい、茨城サイドです。吉見監督はですね、いずれにしても僅差の勝負になるだろうと、で中堅の立野が1本取れるかどうかが一つの鍵になると言ってました。まあ、去年は先のことを考えていて、この準々決勝で、敗退してしまったので、まあ、先のことというのはこの大阪に当たることを考えてたんですが、今日は一つ一つ確実にいくということです。さて山口さんはこの大阪と茨城戦力を比較するとどうなりますか。そうですね、やはり戦力的に大阪の方が1枚上かなっていう気はするんですけれども、はい、まあ、この辺が団体戦の面白いところで、まあ試合運びのうまさっていうのがですね、どちら側に行くかなっていうふうに思ってるんですけれどもね。残り時間が刻々と少なくなってきました、はい、先鋒戦です。団体戦は旗判定はありません。ポイントがないと引き分けということになります。ここで試合終了。大阪茨城の先鋒戦は両者ともにポイントがありませんでした。引き分けです。先鋒次鋒と引き分けて大阪茨城の準々決勝、これから中堅の試合です。大阪が白石美穂、茨城は立野千織です。バルセロナオリンピック代表の立野の動きを注目したいと思います、はい、まあ、立野もですね、その直前までの強化合宿でちょっと疲れてるとは言いながら、はい、昨日から3試合とも全部勝ってますね、はい、3試合のうち2つが本勝ちということで大幕返した。ここからの寝技が非常に立野選手強いんですよね。さあこれで腕を固めて足が抜けると抑え込みになります、はい、立野選手の寝技はですね、はい、このクラスでは世界一と言ってもいいぐらい威力を持ってます。ですから寝技だけで勝負すれば私は金メダルだと思ってるんですけれども、ね、なんせ柔道は立ったところから始まりますからね、しかしこれは抑え込みに入る前に待てです、はい、そうしますと立野のオリンピックもかなり期待していいんですか、はい、私は期待しております。ただシード権がないものですから、組み合わせがどうかなというところはあるんですけどもね。なるほどね。茨城のベンチはこの中堅で立野が取れるかどうかでこの勝負が決まるというような雰囲気だそうですけれども、さあその立野の期待に応えることができるか、背負いに行くところ。以前の立野選手の試合はですね、なんというんですかね、ちょっと慌てて、はい、自分のいいところが出なかったり、上がってしまうというとちょっと違うと思うんですけれども、余裕がなくなってしまうところがあったんですけれども、ここ1年ぐらい良くなったのは非常にこう全体を見て勝負ができるようになってきましたね。でこのクラスはですね、56キロ以下級、普段の立野選手の階級はですね、まだ日本が世界選手権一度もメダルを取ったことのないクラスなんです。ですから、まあ、関係者もなんとかメダルをというふうに期待してますね、さあお互いに足技を繰り出していますけれども、残り時間が2分です。こちらが茨城のベンチ、準々決勝の好カード大阪対茨城、ここまで先鋒次鋒と引き分けで中堅戦に入っています。茨城の中堅は注目の選手、オリンピック代表の立野千織、はい、茨城としてはここは何としてもポイントを上げたいところですよ ね, そうですね。
大阪はミキハウスの白石美穂です。舘野選手がメダルを取るためには今みたいな寝技に入った、このチャンスを絶対逃さないですね。あ、うまく返しましたね、はい、さあ先ほどもここまでは行ったんですが、はい、さあ足も向けた、ね、抑え込みに入りました舘野千代、はい、そうですね、これはかなりがっちり入ってますね、はい、試合になりますと1回か2回はチャンスがありますからね、そのチャンスを逃さなければ、まあ今のこの試合も2回目のチャンスをうまくものにしたという感じですね、はい、さああと5秒で抑え込み、はい、横四方固めの一本勝ちということになります舘野千代。安定してきましたね舘野選手、本当にやはりこのあたりがオリンピック選手の貫禄ですね。そうですね、大阪対茨城の準々決勝の試合、ようやく中堅の試合になって星が動きました。茨城が一つリード、1対0です。大阪対茨城の副将戦、ここまで1対0と茨城がリードしています。大阪の井上瑠美、社会人2年目になりました。対する佐々木ひかり、全日本66キロ級のチャンピオン、惜しくもオリンピック代表の座こそ逃しましたけれども、さあ柔道着を直します佐々木、佐々木さんの今の目標は来年のカナダの世界選手権に向いているようですね。大阪対茨城、副将戦に入っています。大阪の井上、茨城は佐々木です。ここまで1対0と茨城リードしています。茨城がこの佐々木でポイントを上げるようなことがありますと、大阪の2連覇の夢が消えます。はい、ここのところまで佐々木選手押してるんですけれどもね、この団体戦は僅差の判定はありません、はい、寝技チャンスですよ佐々木選手。さあこの足が抜けると佐々木を抑え込みに入ります。ここは勝負ですねお互いに、はい、この佐々木と井上、寝技はどっちが上なんですか。入りましたね、抑え込み入りました、はい、さあ井上懸命に返そうというところ、はい、がっちり入りましたね横四方固め。そうですね、あの佐々木選手の寝技というのは、まあ、先ほど舘野選手も世界一という話をしましたけれども、佐々木選手もこのクラス寝技では私は世界一だと思ってますね。なるほどね。さあ大阪苦しくなった佐々木一本勝ち、ここで2対0、茨城大阪大将戦を待たずして茨城の勝ちが決まりました。ということは去年優勝の大阪がここで姿を消すということになります。あの広々取れる大工房にくっきり映る、ハイエイトタイプが出た。おまけにフジノンレンズで普通の美人がくっきり美人高画質くっきり大工房新登場。美しさを征服するのは私。世界初新ハイエイトテープもよろしく。フジフィルム。エスカレーション。ギャラン。誰も私に届かない。ワイドニューインディビデュアルプレステージギャラン誕生。クーロイカーロイホーソーイちょっとおしゃれ、クーロイカーロイホーソーイちょっとおしゃれ、クーロイカーロイホーソーイちょっとおしゃれ、クーロイカーロイホーソーイちょっとおしゃれ。お店やオフィスにダスキンから黒くて軽いモップデザインワン。お申し込みは100番100番。第2試合場ではこれから準々決勝、岡山と千葉の対戦です。先
校岡山は高校の48キロ級のチャンピオン真壁智恵、千葉は小野千佳子、大学の4年生です。地元の岡山が5年ぶりにベスト8入りを果たしたわけですけれども、山口さん、はい、この岡山と千葉の対戦ですね。そうですね、先ほどの、試合では岡山 5-0 で勝ってますからね、はい、波には乗ってるはずなんですけどもね。決勝トーナメント1回戦の青森との試合は5-0、はい、一方の千葉はですね、去年の2位の京都に1-0という際どい勝負でしたね。そうですね、岡山の大橋監督はですね、はい、この先方の真壁と大将の難波がポイントになると見ています。この先方の真壁は予選リーグから好調、3試合ともに全部一本勝ちです。千葉の加藤監督もですね、はい、このやはり、真壁、ここがやはりキーポイントになると、このようにおっしゃってました。千葉の小野も昨日の予選リーグでは2試合とも背負い投げの一本勝ちです。真壁は48キロの選手、小野が52キロの選手、はい、先方はこの大会は52キロまでですから、まあ、1階級違うんですが、両者ともここまではポイントを奪うことができません。背負いに行きますがダメです。小野も十分にこれは警戒しています。残り時間12秒、時間がどんどん減っていきます。このブザーで先鋒戦が終了しました。そうですね、盛んに真壁選手攻めたんですけれどもね、ちょっと及ばなかったですね。団体戦はポイントがないと引き分けです、はい、先鋒戦岡山の真壁、千葉の小野、引き分けに終わりました。岡山対千葉の試合、これから次鋒戦です。岡山の次鋒は大森千佳子、岡山商大の1年生、千葉の次鋒は小出義子、国際武道大学の2年生です。大学生同士の対戦、さあこれは有効です。小出が有効を取りました。先鋒戦は引き分け、次鋒の岡山大森、千葉の小出の試合、小出が技ありを1つ、有効を3つを奪ってリードしています。残り時間30秒、大森反撃できるかどうか。さあこれはもう残り時間少ないですから、小出としてはじっくり ね、はい、時間をかけていいわけですね。岡山苦しくなりました。さあそして足が抜けそう、ここは1本取られちゃいけないですよ、はい、団体戦ですから、その内容、星の内容も大きく影響いたします、はい、大森が懸命になんとか抑え込みだけは逃げました。しかし岡山と千葉の次鋒戦は千葉の小出義子が技ありの勝ちであります。これで千葉が1-0とリードしました。先ほどの背負い投げ、はい、ちょっと不用意に受けてしまいましたね。綺麗に入りました。1-0と千葉がリードして中堅戦です。岡山は宇野博子、日体大の2年、千葉の中堅は玉木美奈恵、国際武道大学の2年生です。内股一本勝ち、岡山宇野博子大喜び。両替際でしたけど、うまく入りましたね。見せてくれますね、なかなか。さあ今の宇野の内股です。相手が押してくるところ、ここですね。綺麗な一本ですね。得意技宇野博子、内股で一本勝ち。これでスコアは1-1ですが、内容で岡山がリード、はい、残る副将大将、この2試合でどういうふうに転がるか。今危なかった岡本、さあ岡本が今度は寝技に持ち込もうというところです。またです。残り時間23秒です。岡山と千葉の副将戦、
ここまでスコアは1対1、内容で岡山がリードしています。岡山の岡本、対する千葉の岩瀬、さあこれはどうか、ポイントにはなりません。もう残り時間も少ないところで岩瀬としてはもう本当捨て身の感じできましたので、千葉としては絶対にポイントが欲しい、はい、残り4秒、岩瀬が懸命に攻めます。ここで終了のブザー、岡山のベンチの選手がみんな拍手しています。岡山のナンバー千葉の矢崎、ともにこの春国際武道大学を卒業、ナンバーの方はふるさとに帰って岡山理科大学の職員になりました。矢崎の方は国際武道大学に残って教員になっています。まあ、全日本での成績なんかでは矢崎の方が ね、いい成績を残しているんですが、はい、守っちゃダメですね、難波選手は。コーチに行きました矢崎ですが、ポイントにはなっていません。スコア1対1の大将戦、さあこの試合取った方が勝ち、引き分けですと岡山の勝ちということになります。内股を透かされてちょっと危なかった難波、ちょっと難波選手上ずってますかね。まあ、この難波選手はですね、去年香川との決勝トーナメントの1回戦でやはり大将で出てきて、自分が勝って代表戦にまで持ち込んだんですが、代表戦で惜しくも負けた、もうその悔しさがずっと残っていると言ってましたけれどもね。この組み手でですね、矢崎選手のこの内股、矢崎にポイント有効です。このままいきますと千葉の逆転勝ちということになります。さあ難波が取って再逆転できるかどうか、先にも食べてしまうんですね、はい、いつもどうしても頭を下げる形になりますからね、難波選手の方が。26秒です。岡山と千葉の対照戦、奥を取ってくるところを背負い投げでも面白いと思うんですけどもね。これが20秒になりました。そして内股、これを返すポイントではありません。あ、寝技に行くと時間がもうない。そうですね、千葉の矢崎が腕を固めようというところ、ここで試合終了です。千葉の矢崎が岡山の難波を下しました。スコアは2対1、千葉が岡山を破ってベスト4進出を決めました。さて山口さん、はい、ベスト4入りを目指す熱戦が行われているんですけれども、残りの2試合もここでハイライトでご覧いただきたいと思います、はい。まず愛知と東京の試合です。まあ、愛知と東京、実力者同士のチームですよね。そうですね、これは先鋒戦ですね、はい、東京が渋谷美恵子、はい、愛知の方が山本芽衣子です。渋谷選手、昨年もですね、この大会で随分活躍した選手なんですけれども、はい、かなり自信持ってまして、これが大外刈りですね、これが有効になりました。この先方を捉えたのは痛いなという表情の愛知のベンチが映りました。 そうですね、そして次方、愛知が土川、東京が加藤です。こちらが東京のベンチ、これが抑え込みに入ったんですね、加藤選手が抑えております。東京もこの加藤が鍵になるというふうに言われてましたけどね。そうですね、加藤は予選リーグからこれで4試合、はい、全部一本勝ちという大活躍。そうですね、いい活躍をしてますね、はい。さあこれで2対0ということで東京が断然有利かなと思ったんですが、はい、この後愛知が頑張りましたね。そうなんです、東京は西野、この西野はオリンピックの補欠の選手、はい、これはですね、もう試合終了間際でしたね、はい、もう2秒ぐらい前だったと思います。大内に行ったところを、はい、うまく杉村が返して、はい、有効勝ち。そしてこの後副将の愛知大石が取りまして、はい、スコア2対2、内容では東京がリードして大将戦です、はい、愛知の大将が松本範子、もう重量級の第一人者、日本の女子柔道の、まあ、最もベテランの選手ですけども ね、それと東京の大将は福場百合子の対戦だったんですが、これが結局両者ポイントを上げることができませんで引き分け、
結局スコアは2対2ですけれども、内容で東京が勝って4年ぶりのベスト4入りを果たしました。東京が勝ち上がりました。そして残るベスト4の座一つ、これを争うのが福岡と兵庫、これも好勝負ですよね。はい、兵庫の先鋒が二村美也子、龍谷大学の1年生、対する福岡の先鋒は江藤由美子、福岡大学の3年生です。福岡としてはですね、この先鋒で1ポイント取ってリードしたいところだったんですけれども、はい、さあすごい投げですね。二村の一本背負いが有効になりました。非常にいいところ入りましたね。はい、江藤としてはなんとか反撃したいところです。ここで二村選手逃げずにですね、攻めに行くんですね。ここ出足払いですね。これも有効になりました。はい、有効2つを奪いました。二村が江藤を下しまして、先鋒戦まずリードした兵庫。次鋒は兵庫が藤原貴子、筑波大学の1年生、はい、対する福岡は高木志保、南極高校の2年生です。まあ、藤原去年の高校チャンピオンですけれども ね、まあ、あの兵庫県チームの中ではポイントゲッターですね。はい、まず大外刈りで有効をここで取って寝技で攻めます。今も綺麗に決まりましたね。はい、そしてこれで十字固めを狙いにいってるんですけれどもね。はい、藤原選手ですね、どちらかというと投げ技の方が得意なんですけれども、立っても寝てもそつのない選手ですね。さあこれで腕を固めて、はい、十字固めに入ってます。ああ参った。福岡の高木が参りました。次鋒戦、藤原が一本勝ち、これで兵庫が2対0とリードします。はい、まあ、福岡としてはですね、中堅副将大将となかなかいい選手も揃えて反撃が期待されたんですが、結局残りの3つは引き分けということで2対0で兵庫が福岡を下しましてベスト4入りです。さあベスト4が出揃いました。お知らせの後は準決勝の激突です。さあ山口さん、はい、女子柔道の団体日本一、はい、いよいよ4チームに絞られてきましたけれどもね。はい、さあこの4チームどういう展開になりそうでしょうか。そうですね、昨年優勝の大阪京都が敗れて、今年はあの関東勢が非常に頑張ってます。東京千葉茨城と、まあ、その中でも私は一番いい勝ち上がりは兵庫がいいですね。あ、なるほどね。で兵庫はですね、今までのところあの茨城に敗れて敗退するというところが、ね、多かったもんですから、今年こそはという気持ちあると思いますよ。なるほどね。さあそういうベスト4の対決非常に注目されるんですけれども、さてこの団体優勝大会も今年で8回目なんですが、はい、ここまでのちょっと足取りを振り返ってみたいと思います。はい、女子柔道団体第1回が行われたのが昭和60年でした。まあこの当時ですね、はい、出場したのが32チーム、そうですね、まだ全都道府県が、5人のチームを組むというのはできなかったんですよね。はい、今映像に映っているのはあの岡山チームの藤本さんだったんですが、ですね、オリンピック選手ですね。はい、さあその後第2回 で、ね、これはまあ貴重な映像なんですが、はい、山口さんとしては非常に残念な一本負けを、ね、初めて私があの国内で負けた試合がここでした。で、ね、でこの大会では今年のオリンピックでも金メダルが期待される田辺陽子選手のいる東京が優勝しました。はい、最後の試合を見事。そして第3回大会もですね、はい、東京が頑張りましたね。東京茨城の対決が続いたんですけれどもね、一方東京が常にリードして、はい、東京が2連覇したわけです。はい、そして第4回大会、これは山口さんの素晴らしい体落とし、ね、はい、まあ、前回負けている天野選手相手に見事に借りを返したというシーンでした。そしてこれは小林貴子選手が代表戦で勝った試合でしたね。そうですね、小林選手もオリンピックの代表選手です。まあ、この時は山口さん率いる茨城チームが優勝ということですね。はい、これも接戦でした。そして第6回大会、茨城と大阪の優勝戦は鈴木香織が大将でした。茨城の優勝、これで茨城が3連覇。そうですね、3連覇達成です。そして去年はまあその茨城が4連覇なるかというのが注目されたんですが、はい、その茨城を破って上がってきたのが京都、はい、そして一方からは大阪が上がってきて、これはあの次鋒の寺澤選手ですね。この選手はもう本当に大活躍でした。
まあ、この大会で活躍して、そして今年の全日本体重別では2位になったというね、はい、倉澤選手、去年は大阪優勝したんですが、その大阪ももうすでに姿を消しているという。そうなんですね。でもこうやって見ますと、この大会を経て強くなっている選手が多いですよね。そうですね。さあ、それでは準決勝早速ご覧いただきましょう。まず茨城と兵庫が対決いたします。岡山武道館、試合場が一つにきれいに整備され直しまして、いよいよ準決勝第1試合、茨城対兵庫の対戦です。茨城先鋒が本田、兵庫の先鋒は二村です。放送席、山田さん、はい、こちらですね、二村なんですけれども、非常にですねスロースターターの選手なんですが、兵庫の二村ですね。ですから、吉岡監督はですね、最初から飛ばしていけと、いうふうに語っていました。山口さんはこの茨城と兵庫の対戦、ポイントになるのはどの選手でしょう。そうですね、やはりこの先鋒戦、はい、兵庫としてはここで1ポイント上げたいところです、茨城としてはなんとかここは悪くても引き分けというところですね、そして地方、中堅、副将のところで、まあ、ポイントが取れるかどうかというところが、まあ、茨城ですね。そして大将になると、はい、兵庫に来て、そうですね、浅田選手がいるんですよね、はい、先ほどの茨城の試合もそうだったんですけども、やはりこの試合も中堅の縦の選手が私は大きなポイントになると思ってます、はい、茨城と兵庫の準決勝、まず先鋒本田と二村の対戦です。兵庫の二村はしかし予選リーグからここまで4試合全部勝ってますね。そうですね、本当に先鋒としては役目を果たしてますよね、対するこの本田なんですが、筑波大学の2年生ですけれども、大学の1年の時は怪我が多くて、はい、ほとんど大きい試合出てませんね。そうですね、まあ、選手にとっては試合に出れないということは本当にかわいそうなんですけどもね、ですからこの試合は生き生きしてのびのびと試合やってますよね、はい、もうなんかこの大会に出られるということですごく嬉しかったそうですね。そうですね、その気持ちをぶつけて頑張ってほしいですね、茨城の吉見監督も昨日から大変調子もいいんで、この調子で本当に頑張ってほしいというふうに話してました、はい、いいところ入りましたけどもね、お互い背負い投げですね。そうですね、大内、本田が見せました。背負いに行くのが二村、赤が茨城の本田、白が兵庫の二村です。まあ、勝負強さという、さあこれは打ち上がりですね、二村ガッツポーズが出ました。兵庫まず1対0、はい、いいところ入りましたね。そうですね、さあ今の素晴らしい技をご覧いただきましょう、はい、足をうまく引っかかりましたね。なるほど、本田の方がちょっと攻めようかというところだったですね。そうですね、はい、中堅戦は茨城の立野千織、オリンピック選手、対する兵庫は甲斐野純子、港川女子高校の3年生。さあ茨城とすればここは勝負ですね、さあここの強引に行く、さあそして寝技に持ち込もうという立野、はい、これ足が抜けるか、はい、抜けそうですね、抑え込みに入りました立野千織。この大会ここまで4戦全勝、好調の立野千織であります。直前までオリンピックの強化合宿があった立野ですが、しかしその疲れもものともせず頑張っています。兵庫の甲斐野なんですけども、はい、寝技にだけはなりたくないということだったんですけども、ガッチリ決まりましたね。ちょっと甲斐野、これはもう返すそうにありません。あと5秒、この寝技は本当に立野選手安定してきましたね。なるほどね、はい、まあ、山口さんがこの寝技はもうね天下一品だというお話でしたけれども、はい、さあ今その同じオリンピックの同僚の坂上さんからもね拍手が送られておりました、ね、さあこれで1対1です。はい、副将戦、茨城は佐々木光、兵庫が吉田咲、はい、これもですね、ここも、はい、面白いカードですよね。ここも茨城としてはですね、やはり佐々木選手1本を取っておかないと非常に
厳しいと思います。後に兵庫は浅田選手を用意してますんでね、はい、まあ、団体戦はそういうことも計算して進めていかなくちゃいけないというね、その辺がまあ面白いところなんですが、茨城の吉見監督も真ん中の3人で2点は取りたいと言ってました、はい、さあその佐々木が取らなくてはその目標を達成することができないわけです。内股に行くとこを潰した佐々木、茨城と兵庫熱戦が続いています。スコアが1対1、副将と大将、この2人で勝負が決まるというところになりました。茨城はこの副将佐々木光でなんとかポイントを取りたいんですが、吉田頑張っています。ここは立っていくか寝ていくか、残り時間がだんだん減ってきますが、はい、茨城の佐々木今日は寝技の優勝です。はい、さあ入りましたよ。やはり体が大きいんですよね。1分切りましたね。ここは有効でもいいかも取っておきたいですね、はい、茨城とすれば、同じ筑波大学の出身の鈴木坂上あたりが盛んに声を送っています。残り時間も20秒切りました。茨城この佐々木が取らないと非常に苦しくなります。現在スコアは1対1なんですが、大将戦のことを考えると佐々木なんとかして自分で取りたい。あ、残り時間がないぞ。ここでブザー。副将戦佐々木と吉田は引き分けです。そうですね、佐々木選手攻めて攻めて攻めまくったんですけれども、はい、ポイントには届かなかったですね。そうですね、さあご覧のようにスコアは1対1、どちらも一本勝ち、全くの同スコア。大将は茨城が関美幸、兵庫は浅田ゆかりです。体重差が20キロぐらいあるんですよね。そうですね、ただちょっと見た感じでは20キロぐらいかなというような感じがしますけれどもね、はい、かなり浅田選手の方が大きく見えますね。そうですね、170センチで97キロというのが浅田ゆかり、はい、対する関美幸は165センチで75キロ。これはポイントにはなりません。ここはなんとか茨城とすれば代表戦に持ち込んで、うん、そして茨城ベンチとしてはこの関にですね、どういうふうに試合を運べと言ってるんでしょうか。特にですね、大きい選手とやるときには近づかないことなんですね。相手の体重をもろに受けないように間合いを取ってという指示がおそらく出てるはずです。また技をかけるときには相手の中に入り込む、そうしますと自分の体重で相手が倒れるということありますよね。後ろ技、大打ちですとか小打ち狩り、こういった技は可能性あると思いますよ。関の得意技に大打ちがありますが、大きな選手とやるときはですね、もう組んでるだけでも疲労するんです。なるほどね、はい、ですからあとのこの1分はきついと思いますけどもね。しかし浅田選手も疲れてきてますね。そうですね、はい、4分の試合、残り時間は1分18秒で時計が止まっています。息上がってきましたね、浅田選手。1対1で迎えている大将戦、兵庫の浅田か、それとも茨城の関か、体重差が20キロ以上というこの大将戦です。さあ関懸命に行く、大下、今度は浅田、場外です。なかなか見せますね。そうですね、いい勝負ですね、はい、本当に5人1チームの団体戦、大将はまあ体重無差別ですからね、はい、こういうようにご覧のように重量級の浅田と関が、本当は75キロですから大きい選手なんですが、はいはい、関が本当に小さく見えるという。そうですね、残り時間50秒、関選手は動くことですね、相手は息上がってますからね、さあもしこの両者引き分けということになりますと、はい、代表戦にも連れ込むことになります、はい、浅田が取りました。そして抑え込み、残り時間30秒というところで、がっちりですね、これは。そうです、これはちょっと逃げられませんね。急
兵庫の浅田、最後自分も苦しかったんでしょうけどね、よく決めました。役目果たしましたね、さああと5秒です。関選手も頑張ってたんですけれどもね。そうですね、これは逃げられません、はい、合わせ技の一本勝ち、惜しかったですね。兵庫大将浅田ゆかり、最後の最後で見事に大事な役割を果たしました、はい、残念ながら茨城決勝進出はなりません。大将戦最後の最後までわからないという、残り30秒になって兵庫の浅田が、まあ、大きい体格に合わずうまく試合を運びましたね。そうですね、山口香里さんの解説で岡山武道館からお伝えしております。全日本女子柔道団体優勝大会、これから準決勝の第2試合が始まります。東京と千葉という対戦。山口さん、東京はね、はい、久しぶりですよ、ベスト4に上がってきたのは。そうですね、4年ぶりですね、はい、私が選手で出ている時もですね、ずいぶん東京には苦しめられましたので、何かこうなんか懐かしいと言いますかね、はい、まあ、頑張ってほしいという気持ちもありますね。一方の千葉は初めてのベスト4なんですね。そうですね、あの京都を破って波に乗りましたね、はい、去年の準優勝の京都に勝って上がってきた千葉です。東京の先鋒は渋谷美恵子、千葉の先鋒が小野千佳子です。東京はあの全員が社会人なんですよね、はい、一方の千葉なんですけれども、まあ、大学生が3人という、社会人が2人というメンバー構成です。放送席、はい、東京の田中監督はですね、予選この決勝を通して失点がこの前の愛知に許した、まあ、有効の2位だけということで、かなり確かな手応えを感じているようですね。チームの調子は最高だと言ってました。戦う団体戦、やはりその先方がポイントを取れるかどうかなんですけれども、東京の渋谷と千葉の小野ですが、この両者の組み合わせとなるとどうでしょうね。そうですね、力的にはですね、私は互角だと思うんですけれども、はい、渋谷選手の方が今日の試合を見た限りでは調子が良さそうですね。ただその東京の渋谷選手が言うにはですね、はい、先方なんでポイント取られちゃいけないっていうんでちょっと硬くなってたと、これからはもう伸び伸びと試合を思い切りやりたいと言ってました。一方千葉の加藤監督なんですけれども、はい、相手は横綱、うちは平幕だから、とにかく相手の胸を借りるつもりでいくというふうに話してました。皆さん監督さん控えめなお答え返ってきますけど ね、本当の心の中は、こちら東京のベンチです。住友海上の持田さんがねコーチで入って、そうですね、ファンにあの声を出しています。持田選手もかつては東京チームで活躍しましたよ ね、 さあ残り時間が少なくなってきた。大外に行く渋谷、残り時間少ないということで小野はすぐ立ちます、はい、残り12秒、先方戦残り時間が少なくなりました。背負いに行く小野ですが、ここでブザー。東京渋谷芝の小野、ポイントを奪うことができませんで引き分け、先方戦は引き分けです。東京対千葉の準決勝、これから次方戦です。東京が加藤俊恵、千葉が小出義子。東京はこの加藤がですね、大活躍ですね、はい、しかし小出、背負いに小出、行きました、技ありか。あ、これは副審は1本かというふうに手を挙げましたが、抑え込み入りました。加藤です。今日は本当に加藤選手は絶好調ですね、はい、ここまで4試合全勝ですからね、はい、今まで一本勝ちできているんでね、はい、確実に取っていきたいというふうに加藤さん話しました。また試合が早いですね。そうですね、まだ始まって1分も経っておりません。東京の加藤俊恵、合わせ技の一本勝ち、1対0、東京がリードを奪いました。さあ今の場面です。
大外にまず行ったんですかね、はい、そしてそこですかさず背負いすぐ抑え込みにね、はい、この後入りましたからね。女子の時は体が動くんですよね。そして東京の中堅は西野博子、千葉の中堅が玉木美奈です。東京の西野はこの間の体重別選手権では小林選手にねいい勝負をして惜しくも敗れて、ね、オリンピックは補欠になりました、はい、さあこれはポイントではありません。急成長の選手ですよね。そうですね、高校時代まではですねあの大きな戦績っていうのはなかったんですけれども、住友会場に入ってから強くなった選手ですね、はい、さあこれは腕を決めてますか。まだ決まってませんね。千葉の加藤監督です。千葉の中堅の玉木は国際武道大学の2年生、沖縄の出身。お、玉木がポイントを取りました。有効です。そして抑え込みに入ろうというところ、西野は懸命に腹ばいになって逃げます。がぜん試合としては面白くなってきました ね。後ろ千葉に有効が一つ入っています。さあ西野選手取り返せるかどうかですね。寝技には行きません西野。東京の持田コーチです。行きましたね。有効ですか。いえ技ありです。技ありです。抑え込みになりました。抑え込みですね。崩れ消さがためですね。もう残り時間20秒ところで東京の西野。少ないところでの逆転勝ち、これで2対0、東京が大きくこの試合を有利に運んでいます。やはり合宿で疲れているとはいえですね、練習をしているということはそれだけやっぱ力になっているということなんですよね。さあ今の場面きれいに決まりましたね。そしてすぐ抑え込みに持ち込んでの一本勝ちでした西野。もう千葉は後がなくなりました。副将千葉は岩瀬明美、対する東京が石橋千里であります。千葉の岩瀬明美と東京の石橋千里、副将戦。ここまで2対0と東京がリードしています。しかもその2点はいずれも一本勝ちですから、千葉としては副将大将が一本勝ちでやっとタイに追いつくという、そうですね、苦しいですね。東京としては今の1点は大きいですよね、はい、これで楽に試合を運ぶことができますね。東京は社会人1年生の石橋です。東京の石橋もこの団体優勝大会には第6回から東京代表で出ております。一方の岩瀬は第2回から連続出場というベテラン。岩瀬としてはなんとその一本勝ちで勝たないといけないということですから、作戦的にはどうなんでしょうね。まず有効ポイントなりを取ってですね、そこで相手が焦って出てきたところを一本勝ちを狙うというのがいいパターンだと思うんですけれども ね。相手は引き分ければという気持ちがありますんでね、なかなか今の対戦では前には出てきませんのでね、やっぱり焦らせるようにしなくちゃいけないですね。ちょっと表情にも余裕が見えています。東京のベンチ、絶体絶命になりました。千葉県2対0、東京がリードしての副将戦です。しかし寝技の得意な選手というのは、ワンチャンスをものにできる力を持ってますからね、はい、分からないですね。この大会岩瀬寝技で非常にいいものを見せて3つの一本勝ちがあります。
はりその得意な寝技に持ち込もうという戦法ですね。ここまで両者ポイントはありません。芝としてはこの岩瀬絶対に一本勝ちをしないともうこの時点で芝の負けが決まってしまいます。東京の石橋はその点非常に気分的には楽です。岩瀬残り時間と考えて寝技に行くとどうでしょうね。そうですね、あと30秒です。一本勝ちしたければ勝てないというのは苦しいですよね。そうですね。さあ最後だ最後だという千葉のベンチの前で岩瀬、さあ十字固めに入れるか。ああダメです。残り10秒ですね。今度は逆に石橋、待て残り1秒。あどうやらこれで東京の決勝進出ですね。久々ですね、はい、第4回大会以来の決勝進出。東京チーム副賞の時点で決勝進出が決まりました。47都道府県の48チームが参加して熱戦が展開されてまいりました第8回の全日本女子柔道団体優勝大会。さあいよいよ決勝戦、今年の団体日本一は兵庫なのか東京なのかという対戦になりました。山口さん、はい、まあ、2連覇をかけた大阪が敗れ、昨年2位の京都が敗れ、はい、まあ、茨城もですね、必勝を期して臨んだんですけども、やはり敗れて、はい、初の兵庫決勝進出ですね。そうですね、東京の方は4年ぶりの決勝進出ということで、はい、さあ両チームの方もですね、随分決勝戦前にして力が入っていると思うんですが、それでは両チームの表情をちょっとリポーターから伝えてもらいましょう。はい、こちら兵庫ベンチです。最初の目標は福岡に勝ってベスト4進出だったんですが、茨城に勝ちまして、そして堂々決勝進出です。吉岡監督は信じられないとただ連呼しておりまして、しかし目指すは優勝と最後にボソッとおっしゃいました。さあ東京チームの方のベンチの表情どうでしょうか。はい、東京チームのコーチがですね、2回大会と3回大会この団体優勝大会にこう参加しまして優勝しました持田典子さんなんですね。で持田さんによりますと、まあ、勝負は先鋒中堅大将になるだろう、まあ、いずれにしてもそれほど差がないと思うのでかなりの接戦になると見ているようですね。さあそれでは両チームのここまでの戦績をちょっとご覧いただこうと思うんですけれども、まず兵庫なんですが、準決勝茨城戦だけは競り合いましたけども、あとはもう本当に 5-0 で素晴らしい勝ち上がりです。対する東京なんですけれども、準々決勝苦しみましたね、はい、愛知との試合が2-2内容で勝ちと、はい、初優勝を目指す兵庫と4年ぶりの優勝なるかという東京の決勝戦いよいよ始まります。左側赤が兵庫、右側白が東京です。兵庫の初優勝か、それとも4年ぶり3回目の優勝なるか東京。先方は兵庫が二村都、東京は渋谷美恵子です。さあ5人の団体戦、山口さんはこの兵庫と東京戦力を比較してどんな感じになりそうですか。そうですね、どちらのチームとも余裕を持ちながら勝ち上がってはきたんですけれども、内容を見ますと兵庫の方が若干いいです、そして特に今回の組み合わせは兵庫の方がきついパートでした。そうですね、にもかかわらず、いい勝ち上がりをしてますので、はい、兵庫の方が若干力上かなというふうに見てるんですけれどもね、まあ、東京としてはですね、できれば先方自砲でポイントを取っておきたいですね。先方自砲大外刈り、それを返そうという田村、いいとこ入ったんですけれどもね、二村選手やはり上背がない分ですね、重心が低いですよね。放送席、はい、東京の渋谷選手ですが、やはりコーチの持田さんがですね、かなり念入りにアドバイスしてました。二村さん、相手が担いでくるのがうまいので相手のペースに乗らないようにと、これもしきりに念入りに話してました。これ25秒、両者ともに有効以上のポイントがありません。団体戦ですから引き分けがあります。さあ田村が攻めていきます。
しかし今度は逆に渋谷が、はい、送り襟締めで攻めてますね。残り時間ご覧のように刻々と減っていきますが、残り5秒4ちょっと難しいでしょうか。渋谷最後の懸命の攻めも実らず、ポイントに結びつけることはできませんでした。最後は二村が懸命に頑張り抜きました。決勝、兵庫と東京の対戦、先方兵庫の二村、東京の渋谷、ともにポイントがありませんで引き分けです。次方は兵庫が藤原、東京が加藤です。この二人もなかなか好調ですよね。そうですね、まあ、二人ともポイントゲッターですね。放送席、はい、この2人なんですけども、実はですね、高校時代の先輩と後輩なんですよ、はい、東京の加藤先輩、それから兵庫の藤原が後輩、はい、しかもですね、兵庫の監督吉岡さんの教え子でもあるんですよ。そうですね、同じ宿川学院。さあ、これはポイントではありません、ね、はい、大外刈りです。しかし藤原がここから寝技に行くのかなと思いましたけれど、待て、加藤選手ですがね、東京の、はい、まあ、一本勝ち全て寝技なんで、一つぐらいは投げで勝ちたいななんて話してたんですがね、まあ、この2人は去年はですね、兵庫チームでチームメイトとして出場してるんですよ ね。 そうですね。大外に行く藤原、いや、よくこらえましたね、加藤選手。そして、そして抑え込みに入れるか、後ろけさ固めになりました、はい、藤原がうまく抑え込みました。こういったところですね、正午の藤原、藤原選手うまいんですよね。その勝負どころの掴み方がうまいって言いますか ね。逆に攻められてたんですけどね。そうですよね、高校の後輩の藤原の方が抑え込んでいます。さあ、加藤の体が返ったか、逃げましたが、しかしここは技ありですか。技あり、25秒まで進んでますので、兵庫の藤原、技ありでリードしています。残り時間が少なくなってきました。東京の加藤苦しい、総意投げ、残り10秒切った、十字固め、十字固めですね、藤原選手。もう藤原は余裕の攻め、ここで試合終了です。兵庫と東京の優勝戦、次方は兵庫、藤原が技ありで取りました。1対0と兵庫がリードです。さあ、今の場面ですね、はい、藤原大外、加藤も返したんですよね。これをよく逃れてですね、攻めに行こうかというところだったんですけども、脇をしっかり藤原選手、脇で手を抱えてましたよね。藤原が見事に期待に応えて1対0、兵庫がリードして中堅戦、兵庫は甲斐野純子、東京が西野博子です。さあ、こうなると東京はやはりこの西野で早く追いつきたいですね。そうですね、まずポイントを返しておきたいところですね。先ほどの準決勝、この西野がかなり苦しみながらもね、はい、最後逆転がしましたからね、気分的には乗ってると思います。そうですね、西野選手はですね、あまりその表面に闘志を出すタイプではないんですけどね、でも黙々と試合をやってですね、ポイントを積み重ねていく選手ですね。上になっている赤が兵庫の甲斐野純子、港川女子高校の3年です。東京は住友海上が4人、今日は埼玉銀行が1人という社会人チームです。西野が攻めようというところ、今度は甲斐野が攻めていって、西野寝技でいい体勢に持ち込めるかと、はい、いいですよ。ここで体が腕をガッチリ掴んでますかね、はい、西野選手が変えれば抑え込みなんですけどもね、ここは西野選手強引に行かなきゃいけないんですよ。そうですね、はい、勝負ですよ。さあ、さあ、うまく上に乗って、これで足が抜けると抑え込みになります。東京西野、
入りましたね。抑え込みに入りました。横四方固め。西野選手寝技上手くなりましたね。肩の決め方はいいですかね、はい、首が決まってるんですね。ですからちょっと逃げられないと思います。20秒が経過。東京西野ここで一本勝ちをすると東京が逆にリードということになります。はい、なかなか取って取られて好勝負ですね。そうですね。東京の西野中堅戦見事に一本勝ち。これでスコアは1対1なんですが内容で東京がリードであります。さすが西野全日本の2位の力ですね。頑張りました。西野がベンチに戻ります。副将は兵庫が吉田咲、東京は石橋千里であります。放送席、はい、兵庫のこの吉田なんですけども、この吉田もですね吉岡監督の教え子です。兵庫の副将の吉田咲、高校の2年連続のチャンピオン。東京の石橋は今日は埼玉銀行、社会人の1年生です。吉田が締めに入ってますね、はい、送り襟締めで締めてますね。ポジションが場外際ですんでね、はい、石橋選手としては、はい、場外です。兵庫の副将吉田、東京の副将は石橋。スコアは1対1ですが兵庫の方が内容でリードされています。はい、兵庫としてはこの祝賀学院の高校チャンピオンの吉田、なんとかポイントを取りたいところ。残り時間が1分。兵庫のベンチとしてはこの吉田に何とか取ってもらいたいという吉岡監督願いがこもっています。強引に行くが潰しました石橋。残りは40秒。うまく体を返して逃げます吉田。ここで待てです。石橋がずっと攻められたんですが、そうですね、ここで反撃に転じましたね。はい、寝技にはかなり自信を持ってるんですね石橋選手は。東京のベンチです。スコアは1対1、しかし内容で東京が今のところリードしています。副将戦、副将戦も残り時間20秒。石橋が足を取って攻めます。兵庫の吉野としては非常に苦しくなりました。はい、さあもう残り時間はありません。副将戦は引き分けです。兵庫の吉田咲、東京の石橋千里、副将戦は残念ながらどちらもポイントを上げることができませんで引き分け。1対1で大将戦に入ります。兵庫の監督はですね、はい、先ほど 1-1 の内容で勝てるんじゃないかと言ってましたけど、全く逆の展開になってますね。内容では東京がリードしています。大将戦、兵庫は浅田ゆかり、東京が福場ゆり子。しかし先ほどの茨城兵庫戦でも、この浅田選手が取り返してですね、そうですね、ポジション出てますんでね。浅田が最後本当に疲れながらも、はい、残り時間少なくなったところで決めましたからね。兵庫としてはこの浅田に勝ってもらっての逆転勝ちを期待したいベンチです。まあ、東京の福場としては引き分けでもいいんですけれども、このまあ20キロ以上体重差がある相手に対してどういうふうに攻めるんでしょうか。そうですね、先ほども言いましたけれども、大きい選手やるときはまずしっかりと間合いを取っておくということですね。近づくと、しかし抑え込みに入ったか山手です。待てですね。
惜しかったですね。そうですね、抑えられたんではまず逃げれませんからね、はい、福選手。浅田これはしてやったりという感じだったんですけどね、はい、福場本当に危なかった。不用意に技をかけちゃダメですね、福場選手は。この打ちつけるのがですね、浅田選手は非常にうまいんですね。今年からミキハウス社会人の浅田ゆかり、はい、徐々にこう手繰り寄せていくようなですね持ち方をします。まあ、日本も本当にあの重量級の選手がね増えてきたんですが、その中でも特別目立つ選手がこの浅田ですね。身長も170センチあります。野瀬主審から両者に教育的指導です。まあ、浅田選手とすればどこで勝負をかけるかなんですけれども、はい、やはり先ほどとは相手が違いますんでね、私は早め早めにやはり勝負をかけた方がいいと思うんですけれどもね。兵庫としてはこの大将の浅田が勝つと逆転勝ちということになります、はい、東京はこの日は引き分けでも優勝が決まります、はい、残り時間2分、払い腰に行く浅田。もう東京ベンチは祈るような、そうですね、気持ちでしょうね。随分は息遣いが荒いのが伝わってきますね。しまった、打ち勝った一本勝ち、浅田大逆転、兵庫初優勝。いやー嬉しそうな浅田、吉岡監督も大喜びです。思わず飛び上がって、兵庫のベンチもみんなも泣いてますね。大逆転でしたね。選手が全員この大将の浅田のところに駆け寄りました。おめでとう、兵庫初優勝。いい試合でしたね。そうですね、素晴らしい試合でした。1対1から大将の浅田が東京の福場を見事に内股一本勝ちで逆転、スコア2対1、兵庫が東京を破って初優勝です。さあ、それでは喜びの声を聞いてもらいましょう。安田さん、はい、放送席、放送席、優勝しました、大将の浅田ゆかり選手に来ていただきました。喜びの声を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。苦手な相手だったんでしょ、福場選手は。そうですね、あのどちらかといえばあの力も強くて受けも強いのでちょっと苦手なタイプだったんですけど、もう後輩が、自分の後輩が1本取られて負けちゃったので、もう自分が取らないと優勝できないので、もう思い切って勝負に出ました。大将として役割を果たしましたね。はい、ありがとうございます。目標は優勝だったんですか。いや、決勝進出ができれば、去年までずっと3位だったので兵庫チームは、今年は決勝に上がりたかったので、もう優勝できるなんて信じられなくてとっても嬉しいです。おめでとうございました。ありがとうございました。では放送席どうぞ。しかし本当に場内も沸きましたね、この決勝戦。そうですね、あの浅田選手ですね、1回戻ろうかどうしようか迷った時あったと思うんですけど、そこでもう一歩踏み込んでいきましたね、やはりその優勝っていうことへの執念みたいなものを感じました。もうここで決めなきゃっていうやっぱり気持ちだったんでしょうね、はい、素晴らしい内股で浅田が一本勝ち、兵庫見事に東京を下しまして初優勝を果たしております。素晴らしい決勝戦のドラマが終わった後、閉会式です。これから優勝いたしました兵庫チームに賞状、そして大優勝旗が渡されるところですが、山口さん、はい、本当にしかし今大会いい試合多かったですね。そうですね、調べてみなければ分かりませんけども、一本勝ちの確率が非常に高かったような気がします。ですから見ててあの飽きないといいますか、はい、本当にあの面白い試合でしたね。というのもやはりあれですかね、いろいろなチームにいろいろな選手が散らばって、はい、チームの差っていうのがあまりなくなってきたっていうのもあるんですか。そうですね、そしてあのそれぞれの選手が一本を取る技を持ってきたっていうことが言えるんだと思うんですね。あ、なるほどね。まあ、あのオリンピックも間近ということで、
今年女子柔道が非常に注目されている中でのこの団体戦だったんですけれども、まあ、2人のオリンピック代表選手も登場しましたね、はい。まあ、オリンピックに向けて他の選手もやはり愛選手を目標にというやっぱりどんどんファイトも湧くでしょうしね。そうですね、まあ、その、まあ、勢いみたいなものをですね今大会十分に見せてくれました。優勝しました兵庫チームに優勝旗が渡されます。まあ、兵庫はですねここまで3位というのがね去年おととしとあったんですがここへ来て念願の優勝旗を手にしました。まあ、あの決勝戦もですねこのまま2位で終わっちゃうんじゃないかなっていう試合展開になりそうだったんですけども、やはり浅田選手やってくれましたね。とにかく素晴らしい内股一本勝ちでした。数々のドラマがありました岡山武道館、昨日と今日と2日間にわたって行われました第8回全日本女子柔道団体優勝大会。今年の女子柔道の団体日本一は兵庫県チームとなりました。初優勝です。さあ1ヶ月後にはオリンピックも始まって女子柔道メダルが非常に期待されます。山口さんもね、期待したいと思いますけれども ね、 そうですね。今日は山口香里さんの解説でお伝えしてまいりました。それでは岡山武道館からこの辺でお別れいたします。